はい、私はブリュー株式会社の代表をしております原義弘と申します。よろしくお願いいたします。原さん、今メインの業務はどんなことをされているんですか？はい、主に企業のですね、はい、人材育成のお仕事でして、はい、人材育成を直接私がするというより、このお客さんはこういうことに悩んでるならば、こういうテーマがいいんじゃないかとか、こういう講師がいいんじゃないっていうのを企画して派遣する仕事をやっております。なるほど、講師の派遣、はいはい、あとはあれですか、なんかオリジナルのあ、はい、コンテンツをお持ちということで。そうですね、はい、ちょうどまだ先月、まあそうですね、今年の7月にできたばっかりなんですが、今年は2021年の7月から、はいはい、組織発行学というですね、まあ、弊社オリジナルコンテンツを、はい、まあ、我々たちの会社作って7年になるんですが、初めて作りまして、7年目にして初めて、はいはい、これは大まかに言うとどんな組織発行学というのは体系になるんですか？はい、はい、まあ、中身としては主にやっぱり人材育成なので、どんな人材を作りたいかというと、最近企業さんがやっぱりイノベーションですとか、イノベーション人材をというお悩みをよく聞くんですね。そうするとやっぱりイノベーションを起こすために、今までこういう新しい発想法が必要なんじゃないかとか、もしくはこういうフレームワークを使った企画方法が、ね、必要なんじゃないかっていうことを、まあ、1日とか2日の研修で教えてきたんですが、これではね、なんかあんまりうまくイノベーションの人材が育たないなっていうことをちょっともやもやずっと感じてたんですね。ですので、その今までできなかったことを、まあ、その生物の発酵という言葉を借りてコンテンツにしたのが組織発酵学ですね。なるほど、いわゆるビール酵母とか、はい、味噌とかの発酵というイメージ、ね、そうですね、まあ、日本酒とか醤油、味噌、みりんとかですね、はい、どうしてそういう名前にしようと思ったんですか？はい、もういい質問してくださいますね。やっぱりその、なんですか、私企業のその活動であったり、もしくはそういった人材育成の現場だったり、まあ、そういう新商品開発の現場をですね、一緒に伴走したりすることがあるんですが、そうするとどうしてもですね、何でしょう、根詰めでやったり集中しすぎていたり、何でしょう、ちょっとロジカルに寄りすぎていたりして、なんか窮屈な社員さんが多いように感じたんですね。窮屈な社員、窮屈だったり、なんか頭が固くなってしまったり、何でしょうね、もっと自由に肩の力を抜いて発想したらイノベーション起きやすい環境だったり思考だったり気持ちになれるはずなのに、どうもなんかちょっと凝り固まっちゃってるなと。でその凝り固まってるのを見た時に、もうちょっとなんかゆっくりじゃないんですけど、もうちょっと溜めるとか、何でしょうね、力を抜くとか、人の話を聞くためにその力を抜くとか、ね、自分がもうちょっと余裕がある状態が聞けないじゃないですか、うんうんうん、同じようにイノベーションの時も、何でしょうね、ちょっと緩むためにも、その発酵の世界に起きる出来事とこのイノベーションを起こせる人材のために必要なことが、はい、共通点がいっぱいあったんですよね。なるほど、そういう研究をされた。そうですね、はいはい、それで発酵学っていうお名前を冠された。そうですね、ただ思い返すと、弊社の社名が先ほどお話しました通り、ブリューっていう名前なんですね、はいはい、でブリューは英語でいくと醸造なんですよね。お、なるほど、はいはい、で発酵と醸造の違いかちょっと話しさせていただくと、発酵っていうのは自然界がで起こる菌の動きなんですね、うんうんうん、で醸造は何かっていうと、発酵を人の手でやることを醸造っていうらしいんですよ、うん、あ、なるほど、そういう違いがある、はい、で英語でいくと発酵はフェルメンテーションって言いまして、醸造はブリューなんですね、はい、だからよく缶ビールなんかになんとかブリュワリーとかって印刷されてませんか？醸造所なんですよね。なるほど、はい、ちょっと脱線しましたけど、いわゆるその人の、まあ、発酵を促すという意味で、はい、まあ、社名はブリューだったんですね、はいはい、でブリューと社名をつけた時から、何でしょうね、この人の育成には発酵的プロセスがなんか必要なんじゃないかというイメージだけあったんですよ、うん、なるほど、はいはい、ただ先ほどお話ししましたより、ブリュー的なお客様のサービスとか商品が今まではなかったんですよ、はいはいはい、そういったことをやりたいなと思っていながらも、ブリュー的な発酵学的な、何でしょうね、お客様に提供するものとかサービスとか何にもしてこなかったんですね。なるほど、はい、それを、はい、まあ、満を持してですね、作られた、まあ、満を持してって言っていただくと優しい言い方なんですが、
遅ればせながらというか、まあ、いいそのための時期っていうんですかね、まあ、練って練って練ってようやくポッと生まれたような感じです。なるほど。1社目はですね、ある建設省の財団法人に来まして、建設コンサル会社さんなんですね。でここで営業のアシストとか、あとは広告とか編集の出版物があったので、その出版物の編集とかの仕事をやってましたね。そういうことをやりたいなと。いや全然やりたくなかったです。そうですね。でもひょんなことからですかね。まあ学生さんって当時、私のこれマイナビとかああいうねインターネットはなかったので、夜中の情報がすごい少なかったんですよね。はい、でなんかコンサルという名前がつくところ全部応募してたような感じなんですよ。コンサル志望。そうだったんです。はい、で建設コンサルだったので、まあA かって送っといたんです。なるほど。はい。思ってた仕事とどうでした？全く残念ながら違う仕事と世界でしたね。もともとコンサルでイメージしてた仕事とどんなギャップがあったんでしょうか。はい、やっぱりコンサルタントというのは私のね、20代前半の頃の拙い情報量とイメージでいくと、国の政策に提言したりですとか、企業の大企業とかですね、いわゆる方向性を決めるための情報を集めて示唆したりと、そういう仕事だと思ってたんですよ。私もそういうイメージありますが、実際は何か国に言われた仕事を何か裏付けを取るような仕事だった感じですね。資料作りみたいな、データを集めたりもちろんするんですけど、ちょっと何て言うんですかね、あんまり何ですか、難しく言わないで簡単に言うと、この決めたことが正しいですよっていうのを証明するデータを集めてくる感じでしたね。なのでなんか自分としては集めたデータをもとに仮説を持ってこういう方法が良いんじゃないですかって提案ができなかったんですよ。あ、なるほど。決まってたんですね。なるほど。答えは、はいはい、そこに向かってデータを揃える役割だったんです。そうですね、どちらかというと、はい、そこはちょっとあまり興味がなかったと。まあ若かりし頃のね、若気の至りで、生意気だったなと今でも思うんですけど、今思えばその仕事も大事な、誰かの役に立ってる仕事だと思うんですけど、あの頃はね、頑固でしたね、私もね。それで、それを経て、次がもう独立。いや、もう一社ですね、日本国内の企業なんですけど、マーケティングを専門としたコンサルティング会社に転職しまして。なるほど、はい。そこではどういう思いで転職されて。はい。そうですね、私がその一つ目の会社でですね、中小企業診断士という資格を取ったんですけど、はい、この資格をなんか生かしたいと思ったんですね。なるほど、はい、で資格を取った時の同期には、もう独立しちゃう人もいたんですけど、僕は当時まだ28ぐらいだったので。お若くて取られた、ね、あ、そうなんです、診断士は、はい、おかげさま でその頃診断士ってその経営とか財務とかですね、反則とかいろんなジャンルがあるんですけど、一番勉強してて面白かったのはマーケティングだったんですよ。はいはい、マーケティングを専門に、何でしょう、お客さんをお役に立てるコンサルティング会社に行きたいと思って転職活動したんですね。なるほど。それでマーケティングのコンサルティング会社に入られた、はい、そうです、はい、そこはじゃあ思ったようなお仕事ができた。もうここは仕事は最高でしたけど大変でしたね。忙しい。忙しいですし、やっぱり成果が出ないと、ね、世の中で有名なのリクルートさんのように、とか、外資系コンサルティング会社さんのように、成果を出して残るか、成果を出さないと、もういなくなる選択肢がないというような。あ、なるほど、はい、そういうちょっと社員の入れ替わりも激しいような会社さんだったということ。そこで何年かやられて。そうですね、結果的に10年いることになってたんですね。そうですね、結構そこでベテランに、はい、いやそうですね、本当はもっと早く独立をしたいとずっと思っていたんですね、入社した時から。あ、そうですか、はい、ただ皆さんご存知、地震とか、もっとそのリーマンショックがありまして、そうでしたね、あの時会社もですね、いわゆる年商が3分の2になったりですとか、あとやっぱり独立していらっしゃる講師とかコンサルタントの方が、原ちゃん今は独立しない方がいいよってですね、みんなさんおっしゃるわけですよ。コロナと近い状況かもしれないですね、はいはい、なので、あ、そうか、そうなんだと思ってその時はしなかったんですよ。なるほど、はい、
それでちょっと長くいたっていうのもありますね。はい、で満を持してじゃあ独立したっていうことですね。そうですね、はい、このタイミングで独立しようと思った直接のきっかけってあるんですか？うん、やっぱりあの自分が40歳というですね年齢を迎えるっていうことがあります、一つありましたし、で何より大きかったのはやっぱり地震のことが大きいですね。はいはい、地震があって独立しようと思ったということですか？はい、やっぱりちょっとこれはあの2つ理由がありまして、一つはやっぱりその何でしょうね、自分の残り人生を考えると長く生きれると結構我々は思ってるじゃないですか普段は。でもあっという間にあの地震のように明日人生が終わってしまうのかもしれないと、いつかやろうと思ってるのができなくなっちゃうかもしれないと思ったわけですよ。あとやっぱり皆さん独立する時も怖いと思うんですよ。なんかこれができるようになったらとか、こういう仕事がね保証されたら独立するとかちょっと思いがちじゃないですか。だからできるかできないかで判断しようと今までしてたんだなって気づいたんですよ。うん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 、俺は独立するできるかな、はい、できないかな、って思っていたんですが、やっぱりあのそのやっぱり地震を見て、いやできるかできないかでこうやって関係ないところでやりたいことができなくなっちゃうんだと思ったんですよね。はい、それが一つですね。そう思った時にも40という節目もあって、うん、はい、やってみようかなとまずはという。そうなんです。もうあれは大きかったですね。はい、じゃあ逆に言うと何か先立つものがあったわけではなく、それが全くないですね。全くなかったです ね、 ね、私のね前職もやっぱりこうマーケティングのお仕事はメインなんですが、やっぱりマーケティングの仕事をやっていくとその人材育成の仕事も関わってくるんですね。はいはい、でその研修の仕事もやってたんですよ。で辞める時にその研修の仕事をやるならば、はい、1年間同じ仕事やるなって言われたんですよ。その前の会社さんから、はい、はい、まあなんかね契約書を結んだわけじゃないんですけど、まあ同じ業界でねプレイヤーとして、はい、やっぱり私もねそのルールは守った方がいいなと思ったわけですよ。その紳士協定ってことですか？そうですそうです、はいはいはい、なのでそれがちょっと心残りで、いわゆる独立不安だなって思いはどんどん高くなったんですが、やっぱりそのやりたいことをやれない方が怖いと、はいはい、その天秤をかけて独立をするんだということですね。じゃあその独立して、からのこう青写真が描かれていたとか、はい、実際はどうだったかっていうと、うん、どんな感じだったんですか？はい、当時はですね、私はやっぱりそのマーケティングコンサルタントでもあったので、写真男子だったんですけどね、いわゆる分析とか、いわゆるこの顧客ニーズの調査とか、だったらこういうね、営業戦略を作るとか、提供商品がこうだってめちゃくちゃ作るの得意なわけですよ。はいはい、もうねパワポとかねバンバン作ったの覚えてますね。で夜もね一人でお酒飲みに行って、はい、で居酒屋でその手書きでね、ちょっと酔っ払いながらこんなビジョンを実現したいとかですね、うん、そういうのいっぱい書いたの今でも残ってるのあるんですよ。当時直立仕掛けの時ってことですよね、はい、もうする前です ね、 する前ですね、はい、ただ結局考えても考えてもね安心はしなかったんですよ。いくらその、ね、自信がある、ねそのまあ、分析力とか情報量があっても、心はねちっとも落ち着かなかったですね。そうですか、はい、ただやってよかったなと思うんですよ。うん、そこまでやったからもう準備はねもうやるだけやったと思えたので、はい、あとはねなんかもうねあんま考えなかったんですよ。そうですか、はい、いろいろ考えて計画も立てたけど、まあ、考えなくなったというか。そうですね、はい、結果今は思い出しましたけど、その時にこのお客さんは何でしょうね、当時ねその前職のお客さんじゃないけど、あらちゃん独立したら仕事あげるよって言ってた人が何人かいたんですよ。でもその人たち全然連絡が独立したらつかなくなっちゃったんですよ。はい、あ、そうなんですか。こっちからまあメールしても返ってこないみたいな。メールはなんか返すってくるんですけど、結局会ってもくれないとか。そうですか、はい、結局その作ったプランは意味があんまりないことが多かったんですよ。だからまあ結局その話戻りますと、独立前にですね戻るとすごい一生懸命考えたけど、やっぱりそのできるかできないかの軸で考えてる限り独立はできないなっていうなんか諦めもね、やめる前にちょっとあったんですよ。
ぱりそれはサラリーマンの時は皆さんもございませんかね。なんて言うんでしょう、仕事をね、お客さんが出すって言ったら出せなくなったってサラリーマンの時もあるじゃないですか。で社内でもなんだろう、この部署に移動させてあげるよとか言われたのに結局なかったっていうのも応援してあるじゃないですか。だから考えて考えても結局ね、自分やりたいかやりたくないかの方が大きな、そのなんていうんですかね、その後につながるものになるなと思ったんですよ、うん、はい、だから考えて考えたけど手放したんですよ。最終的にはそのプラン通りに行くということにこだわるんじゃなくて、はい、もうわざわざやってみようという、そうです、もうあのやっぱり地震の時のやっぱ映像とか、自分もね岩手とか行きましたけど、その時の生々しい感情の方を優先しましたね。実際独立してみて、はい、どうでしたか。いやこれがですね、はい、1年目はひどい、もうね今数字を言うのも恥ずかしいぐらいの営業成績で、まああのね、株式会社なんでね、あの借金をするっていうことはそんなにしなかったんですけど、まあ、給料がないとかなかったんですけど、まあ、本当に前職とのそのルールもあったので、はい、お客さんはいない、うん、仕事をあげるって言った人はいない、はい、あとご祝儀仕事もない。そうですね、結構1年目あるって言われたりするじゃないですか。私の場合はなんか自分の人間性があのまずいせいなのかなかったですって。やはり先ほどの話の通り、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかだったので、もう当たり障りいろんな人に会って、なんかこんな商品いかがですかっていうのですね、もう全然そんな商品ないんですよ、考えたこともやってもないのに、もうこんなどうですかっていうのいろんな人に当たりまくってましたね。持ってるのは手当たり次第で。そうですね。どういう研修的な商品、いやもうそんなんだったらですね、もうそれはちゃんとした仕事だと思うんですけど、いわゆるもう何でしょうね、なんか代筆しますとかですね。はあ、代筆っていうのは字がうまかったんですか。あ、ですね、これ あのあるベンチャー企業の社長にお会いしたら、うち最近のうちの若い社員がなんかあの LINE とかしか使えないから、はい、お客さんメール書けないんだと。はあ、原ちゃんメールこれなんとかしてくれって言われたんですよ。へ、じゃあ教育しましょうかって提案したら、いやあいつら学ばねえからと、うん、原ちゃん代わりに書いてくれって言われてます。代筆の仕事やったりとかですね。実際それをお仕事としてやられた。やりました。そうですか、はい、メール代行みたいな。そうですね、はい、あとは覆面調査で、はい、いわゆるあのミステリーショッパーっていう仕事なんですけど、はいはいはい、いわゆるあの、ね、いろいろ街中のお店に行って、うん、接客はどうだ、うん、ね、そのお店のね、その店舗の状況はどうなんだってこのスコア化したり、はい、文字で書いて、1日ね40件50件もうすごい件数回ったりとかやってたりしましたね。そうですか、はい、実際そう調査したりとか、はい、まあ、調査もね、今まではその発注企画側にいたわけですよ、前職では。その現場の状況を確認するためにね、はい、こういう調査をしましょうと企画する側だったのが、うんうん、もう変装して、はい、ね、でその店舗をこれ調査しに行ってる、実際にね、そう、はい、現場はこんな大変なんだって知りましたね。臭い仕事も含めてやりましたね。そういう状況はもう1年続くわけですか、最初の。そうですね、1年半ぐらいは、まあ続きましたね。そうですか、はい、そこからあれですかね、こう今の状況にこう至ってくるためのこうステップアップっていうのはどんな感じなんですか。はい、はい、やっぱりあの自分はそのいろんな独立前に自分ってどういうね強みがあるんだとかもやっぱ分析したんですね、うんうん、で考えると前職の仲間ってやっぱりデータ分析が得意なね、まあ、社員とか、はい、あとはやっぱり顧客に対するそのなんていうんですか、提案力が優れてるやつとかいたんですね、僕の部下にも、はい、でもそうではなくて僕はお酒飲んでお客さんと仲良くなるのが得意だって思ってたんですよ、はいはいはい、なのでお客さんと、まあ、お酒飲むかどうかは別にしてですよ、もうとにかく密着して人間的な接点を濃くすることに注力しました。あ、なるほど、はいはい、それを、まあ、ずっとやっていったということですね。そうですね、はい、でその1年目もその前職と、ね、同じ仕事をしないというルールはあったんですが、飲んじゃいけないとは言われないんですよ。なるほど、はい、お酒だけはしっかり飲んでたんですよ。前のお付き合いそうです、そうです、お客様と、はい、なので接点を切らさずにいたら、2年目からじゃあ原ちゃんそういうならね
こういうことできるとか、こういう仕事をお願いしますよっていうのが2年目から増えて行って、2年目からちょっとだんだん伸びるようにおかげさまでなりました。そこからはじゃあ講師を派遣するようなお仕事も始まっていったっていうこと。そうですね、はいはい、お仕事の比率としてこう変遷、独立しているのが7年ですね、はいはい、7年間の変遷でいうとどんな変化がありましたか、うん、はい、まあ、1年目はやっぱりその同じことができなかった、まあ、企業向けのね B2B の仕事ができなかったので、はい、個人の講師になりたい人とか、もしくは先ほどのね下請け孫請けのような仕事をやってたわけですけど、2年目からその直接の B2B、はい、まあ、企業さんから弊社に、まあ、研修とかそのコンサルティングご相談いただいたり、もしくはの大手の研修会社の困ってる講師派遣とかそのプランニングのお手伝いをするようにだんだんそっちの比率が増えてきました。はい、もう新規開拓は私の一番最大のミッションだと思っていまして、やっぱりあの講師というね、弊社にとってはちょっと言い方は悪いんですけど商品なわけですよ。これお客さんに良さを伝えないと売れないわけですよね。ですので我々は講師の良さをしっかり理解して、まあ、そのお客さんに価値を届ける、まあ、仲介役なので、そこは一番注力していましたね。なるほど、はい、そういう意味ではその販売側のお客様の新規開拓も大事ですし、うん、仕入れ側というか、ね、はい、商品を仕入れる側の講師との面談とか、うん、新しい講師との出会いというのも大事、うん、めちゃくちゃ大事ですね、はい、どんな風に広げていかれてるんですか、はい、やっぱりあの3つぐらいあるんですけど、1つはやっぱり私があのその新規の講師に会う一番大きいそのルートはですね、紹介なんですね。すでにお付き合いのある講師から原さん、あの人ちょっといい人講師だよとか、なんかまだ独立したてだけどこういう経験あってね、私もいいと思うよって紹介ですね、はい、紹介だとまあ安心できる。そうですね、やっぱりあのメールとかね、なんかハガキが来て講師になりたいんですけど、突然やっぱり来るんですけど毎週のように、やっぱり紹介の方がだったらという気がなりやすいです。逆にそのまあこれから講師をしたい方が原さんにぜひ一目会ってほしいってなった時に、はい、どういうところを見られると思ったらいいでしょうか。そうですね、はい、まあ、私その先のね新規の講師と会うルート3つあるとお伝えしました。2つ目が自分が本を出しているので、この本を見てっていう方が多かったんですね、はいはい、で私が今、ね、ご質問いただいた講師のここを見てるっていうのは、ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど、本に全部書いてあるっていうのが一つなんですが、ちゃんとお答えしますと、やっぱり一番大事にしていることは何かというと、そのご経験と提供しているものがつながってるかなんですよね、はい、例えばダメな例でいくと、マネージャー経験がないのに課長研修マネージャー研修やってるとえっと思ったりするわけですよ。ちょっと違和感あるっていう、かなりありますねなるほど、はいはい、あとはまあそうですね、プレゼンが教師ながらちょっと得意じゃないとか、言い方を変えるとプレゼンじゃないところに価値があるのに、無理やりプレゼン研修講師ですと言ってたりとか、あ、なるほど、はい、なんかそれは悪いんじゃなくて、なんかもったいないなんですけどね。自分のそのバックグラウンドとか長所を生かしているかっていうか、そうですね、勝負できてるかっていうことなんでしょうかね、はいはい、これが多分講師になられる方が多分一番わからないと思うんですが、我々はまあ代理店なわけですよ。そうすると本人が伝えるより間を挟むんですね、我々が。価値を凝縮してすごくシンプルでかつ刺さる特徴とか、その提供価値を分かってないとお客さん理解されないんですよ。直接より難しいんですね。そうするとやっぱり講師のそういったね、ご経験と提供価値が明確だと、お、売りやすいねって我々は思うわけですよ。なるほどね、はい、それはいろんな商品、他の例えばレストランとか、車とか、そういうものと似てるかもしれない、はい、おっしゃる通りですね、はいはい、特徴がちゃんとねあるという、はいはい、それで今は、体制をなんか拡充されて、はい、業用も拡大されているということで伺ってますが、はい、そういう理解でいいでしょうか。
そうですね、業用が拡大してるかわからないんですが、はい、まああのね、去年コロナがあったっていうこともありましたので、はい、やっぱり新しいことが世の中求められてるなと感じたことと、うん、私もやっぱりどんどんね変化をしていきたいので、はい、まあ、会社もちょっとやってる方向性を広げてるっていうのは正しい言い方かもしれないです、ね。今後のビジョンっていうのはどんな感じなんですか。はい、やっぱり研修を提供するっていうだけですと、まあ、事業としては研修提供なんですが、ビジョンとしてやっぱり私はこの国の弱っていく姿を見ていたくないんですよ。人口減少とか高齢化ですとか、はい、なんかね競争力が落ちたって言われるじゃないですか、うん、で実際企業を見てても思うんですけど、これをねほっとけないんですよ、はい、やはり私がね実際にこの企業を見てて思うのは、選ばれるっていう言葉だと思うんですよね、うんうん、それは世界中の国から日本の、ね、そのお客さんの会社選ばれるとか、うん、もしくは社員からあの会社に入ってみたいと選ばれる状態、うん、このね選ばれるというのが競争力だと私は理解してるんですね、はい、ですね、企業の競争力を上げるために、うん、まあいろんなことがありますね、そのためには、はい、そのために人材の力を上げたいとか、うん、組織の力を上げたいと思っているんです。なるほど、そのための、まあ、役割としてこれからも人材に向けての、はい、もういい質問をしていただいてありがとうございます。おっしゃる通りです。なんか具体的な目標ってあるんですか、うん、はい、やはりその、ね、日本企業が何でしょうね、いろいろ変革をもう20年ぐらいお手伝いしてきたんですが、前職も含めてですね、やはりなかなか難しいのは内部の力だけじゃ難しいなと思ってるんですね。やはり自分もそうですし、自分の会社もそうなんですけど、なんか前例とか今の慣習とか、なんかとらわれがやっぱりどうしても人間って出ちゃうじゃないですか。そうするとやっぱり日本の会社も内部で変わろうとする力ももちろん大事なんですが、それだけで難しいと思ったので、私は外圧だと思ってるんですね。はい、日本が明治維新で開国した時のように黒船が来ないと難しいんじゃないかなと思ってるんですよ、はいはい、ですので私の今ビジョンとしては、日本とアジア、ね、両方ともに学び合う場を作りたいんですよ、うん、はい、日本がその先の外圧でしか変わらないっていうんですが、今まで欧米ばっかり見てきたと思うんですよ、まあ、過去ねこう何百年ぐらいはですかね、まあ、100年というか戦後ですかね、はい、ただこれからアジアからも、ね、アジアのために、ね、ODA とかいろいろね教育支援プロジェクトいろいろやってきましたけど、これから日本がアジアからも学べる時代が来てると思うんですよ。ただ、でそれはただじゃないな、それは何かっていうと、欧米よりアイデンティティとか近しい国がアジアにはあるので、はい、うん、アジアと共に学びながらお互いの良さを交換じゃないですか、なんですかね、それぞれ高め合っていくっていうイメージですかね。その、はい、じゃあ日本にとってはアジアのいろんな刺激が、まあ、黒船のように、うん、おっしゃる通りです、刺激になり、はい、それで学びを促進されるっていう、はい、そんなことですかね、はいはい、ですので、それの思った原点は何かっていうと、弊社もそのコロナ前はアジアの、 その、ね、現地企業さんと一緒に組んで、そういったアジアに向けての教育プロジェクトをやろうと思ってた下準備段階だったんですね、うん、はい、で現地に行っていろんな方と喋るとパワフルだったり、やっぱりハングリーなわけですよ、うんうんうん、彼らはね、まあ、それは国が成長してるからっていうこともあるかもしれないんですけど、やっぱりその辺は見習うべきものが我々はあると思いますし、で香港なんか行くとやっぱりその数字的なセンスとか、うん、学習意欲がめちゃくちゃ高いわけですよ、これは日本のね大人は学ばないってよくデータも出てるじゃないですか、やばいなと思うわけですよ、うん、でこういった状況は黒船だと思うんですよ、うん、はい、それをこう一緒に学び合うっていうのはどういうイメージなんですか、うん、それは、はい、そこら辺はねまだね、これから具体的に作っていくところもある、コロナでね、ステージも変わっちゃったので、確かになかなか難しい状況もあるんですが、うんうんうん、そこはね焦らず待とうと思ってるところでもあるんですよ、待つという、例えばこういうやり方がいいんじゃないかとか、はい、こういうご縁があるからここから始めてみようじゃないかというものはいずれやってくると思ってるので、なるほど、はいはい、時期をこうちょっと寝かしているというか、はい、そういうことです、やっぱり先ほどのようにその、ね、独立前にプランニングをしっかりした
けど手放したかのように、はい、両方大事だと私は思ってるんですね。ですね、今回ビジョンだけはしっかりぶらさずに持っていながらも、はい、やり方は模索しますよ、うんうん、情報収集ももちろんするんですが、なんかもうこのやり方でしかないというのは、うん、この弊社というか私のポリシーとちょっと違うので、ご縁とか、はい、タイミングを待つ、待つという、はいはい、そういうタイミングに今来ている。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、こちらこそです、はい、何か最後にちょっと見ていただいている方々にアドバイスとか、はい、応援のメッセージをいただければと思うんですけど、はい、主にこう講師として独立、まあ、したいと思っている方、したばかりで不安な方に対して何かアドバイスをするとすると、どんなことになるでしょうか。はい、はい、これはもう私のね、経験そして今も反省を含めて皆さんと一緒にっていう思いを込めてお伝えさせていただきますと、一つはやっぱりさっきのできるできないじゃなくて、したいかしたくないかで、こっちを大事にしてほしいっていうのが一つですね。で、2つ目はやっぱり僕も同じようにね、周囲の意見とか他人に迷惑かけないためにっていう思考は我々日本人強いと思うんですよ。だってね、子供の頃から人に迷惑かけるなって育てられてるから、ね、そうすると独立とか講師になりたいと思った時に、いや嫁が止めてるからとか、ね、いや子供がねまだ小さいからとか、結構その他責もしくは他人の原因で自分にブレーキかかっている人多いと思うんですよ。でもね、それは多分それを言い訳にして、やりたいことを本当はね、やりたいことをやりたいんだけど怖いからそういう言い訳をしてるんじゃないかってちょっと疑ってほしいんです。そうは言っても、うん、金の不安とか、はい、生活できるかというのは、あるような気がするんですけど、はい、そこは原さんどういうふうに思うと、はい、そこはもう先ほどのようにしっかり収集、情報収集とプランニングをしつつ、あとは心の声で手放す、やりたいかやりたくないかで、もう手放すしかないです。あ、もう一個言ってしまうと、これ問題解決じゃないんですよ、うん、結構企業にいると問題解決思考って大事だって教わるんですけど、これはやっぱり過去のことじゃないですか。過去にこういうことをやってきたから問題が起こった、で解決しようっていう考え方はすごく我々がインストールされてると思うんですけど、独立しようかしないかっていうのはおそらくその問題解決型の思考じゃ多分できないんですよ。なんか未来を作るなので、未来を自分が想像、クリエイトの方ですね、想像してそこから逆算しないといけないので、ちょっと多分考えるアプローチも違うと思うんですね。なのでお金とかその仕事があるかないかっていう不安は分かるんですが、多分違うプロセスが、思考体系が必要なんじゃないかなというのを思います。こう一回飛び込んでみて、そうですね、未来の想像した方に一回飛んでみる必要があるんじゃないかなと思います、はい、まあ、ちょっと大きなね、ジャンプかもしれないけど、はい、勇気を持ってジャンプしてみる。はい、そうですね、やっぱり私はね、この国がもったいないとか、危険やばいんじゃないかって思いが強いので、もしその、ね、人材育成ということにご関心があるのであれば、皆さんのご経験を生かして一緒にですね、この国のためにできればと思っております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。